チャールズ・フランシス・アダムズ3世、チャールズ・フランシス・アダムズは、アメリカ合衆国の政治家、ヨット協議者。1929年から1933年まで、ハーバート・フーバー大統領の下で第44代、アメリカ合衆国海軍長官を務めた。チャールズ・フランシス・アダムズシニアは、祖父、チャールズ・フランシス・アダムズジュニアは、叔父である。彼が政治家を務めたため、 アダムズ家は、ジョン・アダムズから5代連続で、政治家を輩出することになった。1866年、アダムズは、マサチューセッツ州クインシーにおいて、マサチューセッツ州会議員ジョン・クインシー・アダムズと、第5代アメリカ合衆国海軍長官、ベンジャミン・ウィリアムズ・クラウニン・シールドの孫娘ファニー、カドワラダ・ー・クラウニン・シールドとの間に生まれた。アダムズは1888年に、 ハーバード大学を優等で卒業し、1892年にハーバード大学法学大学院を卒業した。アダムズは弁護士業を経て実業家となった。1899年4月3日、アダムズはワシントン DC において合衆国会議員、ウィリアム・クロード・ラバリングの娘フランシス・ラバリングと結婚した。二人は以下の子供を設けた。1920年、 アダムズはアメリカスカップで合衆国の防衛艇リゾリュートのスキッパーを務め勝利を収めた。アダムズは間もなくアメリカのソーダシュディーンとして知られるようになった。1930年。ヘンリー・スティムソン国務長官、ハーバート・フーバー大統領、チャールズ・フランシス・アダムズ海軍長官1931年。ワシントンを訪れた日本人と見られる一団と写真に収まる。 チャールズ・フランシス・アダムズ海軍長官1931年ホワイトハウス街の航空機の前で記念撮影をするハーバート・フルバー大統領チャールズ・フランシス・アダムズ海軍長官アダムズは1929年から1933年までアメリカ合衆国海軍長官を務めたアダムズは海軍が国際関係の維持に重要な役割を果たしていることを精力的に アピールし、海軍に対する国民の理解を促した。アダムズは、世界恐慌による厳しい経済情勢の中、海軍力の維持と効率化のために奔走した。アダムズは1930年のロンドン、海軍軍縮会議において、イギリスとが州国の海軍力の均衡維持に貢献した。1954年、アダムズは、マサチューセッツ州ボストンで死去した。アダムズの遺体は、 同州クイーンシーのマウント・アーラストン墓地に埋葬された。ヨットレースのチャールズ・フランシス・アダムズ記念杯は、アダムズを記念して創設された。合衆国海軍のミサイル駆逐艦、チャールズ・カイ・アダムズもまた、アダムズを記念して命名された。ありがとうございます。